情報も溢れてるから、うん、もうがんじがらめですがんじがらめ。私が子供の頃にはなかったような新種の習い事がいっぱいあって、わかります。なんかロボット教室とか、わかります。うち行ったもん一回。わかる。ロボット教室、知らない。何するんですか。プログラミング教室は。うちだって息子がサッカー習ってて、向かってくる友達に手裏剣投げてたの違う違う違う、ルールが違う。そう、夫が寝た後に見逃し配信はぜひ TVer、 アベマで。